第二次世界大戦中の1943年12月26日に発生したドイツ海軍とイギリス海軍との間で戦われた海戦である。北岬とは、ノルウェーの最北端に近い岬の英語名の和訳で、一般にノールカップと呼ばれる。1942年年末の霊言暴言、作戦の失敗により、ドイツ海軍の水上部隊には、 外洋での艦隊決戦は愚か、局地的な襲撃作戦にも十分な戦力を有していないことが明らかとなった。この事態にアドルフ・ヒトラーは海軍主力を有ボートへ全面的に切り替え、大型艦をすべて解体させる命令を出した。海軍司令長官、エイリヒレーダー元帥はそれに反対して辞任を表明した。新司令長官には、 ユーボート部隊を指揮していたカール・デーニッツ元帥が補いされたが、デーニッツは潜水艦出身者でありながら、残存関係には未だ戦略価値があると見ていた。まず1943年2月8日、主力艦を浮き放題として扱うことを提案し即時、解体を押しとどめることに成功、ついで2月26日。 オルフスシャンツェでヒトラーに直訴することによって、主力艦の配管計画を全面的に撤回させた。オスカー・クメッツ大将を指揮する戦艦、ティルピッツ、戦艦シャルンホルストを主力とした戦闘軍は北、ノルウェーに配置され、イギリスからソ連へ向かう護送戦団を襲撃する任務を課せられた。その後襲撃に適した戦団が北極海を通過することはなかったが、9月6日に、 シルピッツ、シャルンホルスト、駆逐艦9隻と陸軍第345敵団兵連隊を機関とした戦闘団がスピッツベルゲン島にある連合軍の基地を攻撃して砲台、物資集積所や各種施設の破壊に成功し貴重な勝利を飾った。しかし喜びもつかのま9月22日に英海軍は特殊潜航艇 X 艇を投入。 船底に2 0 0 0ラムもの爆薬を仕掛けられ、ティルピッツは航行不能となった。残る北ノルウェーの行動可能な主力艦はシャルンホルスト一隻となった。11月に入りクメッツ大将は病気療養で艦を去った。戦闘軍の指揮はエイリヒバイショウが引き継いだ。唯一生き残った大型艦であるシャルンホルストを いかに投入するかについては、ドイツ海軍内でも検討が行われていたが、積極的な戦場投入を望む声はなかった。なぜなら冬が近づくにつれ短くなる、一方の日照時間と悪天候を考え合わせると、海戦は白明、または暗闇の状況下行われる可能性が高く戦艦の巨砲は、特に遠距離では、命中率が激減し、 逆に数に勝るイギリス海軍の警官艇は闇を生かし中近距離まで接近して雷撃を行うことができたからである。さらに他方面での戦局悪化から偵察任務を担いかつ共同して攻撃にも当たる航空機、U ボート部隊が相次いで引き抜かれ11月17日にはそれまで戦闘軍に配属されていた駆逐艦9隻のうち4隻が南へ 移動させられてしまった。12月19日にレイニッツはヒトラーへの報告の中で成功の見込みあればシャルンホルストを中心とした艦隊で戦団攻撃を行う旨を述べている。しかし実際のところは時間帯の戦力も敵上把握も援護兵力も何もかも不十分なまま海戦を始めようとしていたのである。1943年12月20日に ソ連へ向かう JW55 バイト船団がスコットランドのロッホ誘白地を12月22日に A 本土へ戻る RA55A 船団がムルマンスクを出港した RA55A 船団には船団内に駆逐艦2隻コルベット4隻さらに距離を置いて駆逐艦ミルムを機関として駆逐艦6隻が護衛につき JW55 バイト船団には 戦団内に駆逐艦2隻、コルベット3隻、そして距離を置いて駆逐艦、オンズローを機関として駆逐艦8隻が護衛についた。さらに戦団が通過する海域全体で行動し、間接的に護衛を行う目的で2個艦隊が出撃していた。RL バーネット中将が率いるホー水1は、112洋艦ローフォーク、K12 洋艦ベルファスト、 シェフィールドで構成されていた。本国艦隊司令長官、ブルース・フレイザー大将が直卒するフォースには、イギリスの各艦隊の中でも最強の兵力を誇り、戦艦デューク・オブ・ヨーク、軽重二洋艦ジャマイカ、駆逐艦4隻で構成されていた。12月22日四45時、気象観測を行っていたドイツ空軍機が偶然に JW55 バイト戦団を発見した。 ついで12月23日1125時にも同戦団を再発見する。しかしこれ以降天候は悪化、十分な偵察が困難になり始める。上述のように真冬の局地では砲撃戦に適した日照はほとんど望めず、気象条件は駆逐艦の行動を危ぶませるほどひどくなりつつあった。この状況下実戦部隊の最高指揮官である艦隊司令長官。 オットーニーヴビント大将は慎重論に傾き、シャルンホルストは出撃させず、攻撃は駆逐艦隊のみで行うべきであると主張したが、12月25日、デイニッツは賠償省に対し、シャルンホルストを主力とした戦闘軍全力による敵戦団攻撃を命令した。作戦名は、オストフロント。同日1900時、シャルンホルストと駆逐艦 Z、Z29。 Z30、Z33、Z34、Z38 がアルタフィオルドから出撃した。シャルンホルストの出撃は26日明け方にはフレーザー大将の知るところとなった。これに対し、賠償省はイギリス海軍の二艦隊について何だ知らされることはなかった。シャルンホルストの28センチメートル砲弾が貫通したソーマレスの写真。 12月26日0730時、出撃後北進を続けてきた賠償省は、イギリス船団の北側に回り込んだと判断指揮下の駆逐艦5隻を南西に向けて散開させた。実際は、フレイザー大将の命令により JW55 バイト船団は、さらに北西方を航行中であり、この命令は、独駆逐艦隊を遊兵化し、シャルンホルストを、 全くの孤立状態に追い込むこととなった。0830時、ドイツ艦隊出撃の方を聞いて精神してきた、ホース1の各艦のレーダーに、シャルンホルストの艦影が捉えられた。一方でシャルンホルスト側のレーダーは逆端を警戒して作動させておらず、英順洋艦隊は0926時、12000メートルにまで距離を詰めた上で射撃を開始することができた。 吹雪の中から砲撃してくる英巡洋艦に対し、シャルンホルストは応射しつつ、高速で離脱を図った。この時の放線は15分程度で終了したが、シャルンホルストは数発の命中弾を受け、うち1弾がレーダーを使用不能にした。このため以後の戦闘では悪天候下での目視射撃を強いられ、また英艦隊の動きをつかむことが困難となり、短観で行動していることもあって、 海戦の主導権はイギリス側に渡っていく。戦闘開始早々にレーダーを破壊され、探索能力に大きなハンディキャップを背負わされたシャルンホルストだが、賠償省はなお戦断攻撃を放棄せず、駆逐艦隊を呼び戻しつつ、艦を北進させた。一方、バーネット中将のフォース一各艦は、独占艦の推定位置と JW55 バイト戦断の間に位置しつつ同じく、 北上、RA55A 戦団から第36、駆逐隊の駆逐艦4隻も合流させ最終撃に備えた。1210時、シェフィールドのレーダーがシャルンホルストを感知、ホース1は1万メートルから砲撃を開始した。シャルンホルストは応戦し、ノーフォークに命中弾を与えて、主砲塔とレーダーを破壊した。砲戦は20分程度で終了したが、賠償賞は、 敵艦隊の中に戦艦がいると判断、作戦中止を決断し、報告伝を送りつつ、南に転打した。1423時、賠償省は、駆逐艦隊にも寄候を命じた。ノルウェーへ向け南東へ航行を続けるシャルンホルストで、あったが、1650時、突如フォース2の戦艦デューク・オブ・ヨークからの砲撃を浴びた。A 艦隊はそれより30分前からレーダーで、 シャルンホルストを捉えており、投進してきたフレーザー大将のフォースには、シャルンホルストの深度上に立ち塞がり、1万千メートルという、戦艦の砲撃戦では、至近といっていい距離まで目標を引きつけて、砲撃を開始したのである。完全な奇襲を受けたシャルンホルストは慌てて、回答するも北への逃げ道は追走してきた、フォース1に塞がれており、すぐに採点だ、ダシュール。 最大速度で東へ向けて、逃走を図った。この後、約1時間半にわたって、逃走劇は続き、両艦隊は砲火を交えながら、東へ失踪した。シャルンホルストは2機の副砲を、使用不能にされ、リュークオブヨークもレーダーマストを吹き飛ばされた。砲戦開始時には1万1000メートルだった。両艦隊の距離は1820時過ぎには、約2万メートル近くにまで開いていた。 デューク・オブ・ヨークに付き従う軽巡ジ,ジャマイカは、砲撃を中止し、シャルンホルストが逃げ切る、可能性も出てきたその時、デューク・オブ・ヨークの14インチ砲弾がシャルンホルストに命中し、第一機関室を破壊した。それまで30ノット以上の高速で逃走していた、シャルンホルストは一気20ノット程度にまで速度が落ちた。ダメージコントロールは迅速で速度は22ノットまで回復したが、 この間に距離を詰めてきた A 駆逐艦、ソーマレスラ4隻がシャルンホルストからの砲撃に耐えながら雷撃を観光、4本が命中した。再度足が止まったシャルンホルストに対して、デューク・オブ・ヨークイカは1901時から射撃を再開し、続けて巡洋艦、駆逐艦からの雷撃を受けた。手砲弾をほとんど撃ち尽くすまで戦ったシャルンホルストだったが、 海戦を通じて13発の14インチ砲弾と多数の中小後継弾、そして11本以上の魚雷を浴び、1945時に沈没した。冬の高天と北海の低水温のため1968名のうち36名が救助されたのみである。なお、エークチク艦スコーピオンは、シャルンホルストの艦長と司令官が重傷を負って浮いているのを発見したが、 救助する間もなく沈んだと報告している。イギリス海軍がこの戦いに勝利したのは、シャルンホルストよりも、はるかに強力なデューク・オブ・ヨークを有していたことにも、よるのだが、単純な戦力差だけでの勝利ではなかった。今回の戦いは明らかに、イギリスの探知システムの勝利だった。またパン・ミサキ機械船と並んで、勝敗を分けたのは、レーダー装備の有無。 レーダーの性能の差によるところが大きい。レーダーシステムを有効に活用することができる。イギリスだからこその勝利とも言える。ありがとうございます。